始まりましたよ。始まってしまいましたね。さてと、いやいやいや、もうね、はい、今日はもうちょっとね、はい、頑張っていかないといけないんで、ミサブルさんよろしくお願いします。なんかもうハロウィンヘッズですよ、本当。はい、イエーイ。はい、皆さん、焼き鳥をご覧の皆さん、こんばんは。チョップスティックのパヤパヤズキュン、まあ、商売ハースキスキスキハースキスキスキハースキスキズキュン、どこでしょーといったところでですね、ミサアフロさん、ついにですよ、ミサアフロさんが板付きでスタートというですね、革命的な今シチュエーションの中で、私今こうやってるんですけども、いいんですかね。いや、いいと思うんですけど、いいと思うんですけども、このね、革命的な場所の中で、なぜかですよ、今日椅子がもう一個あるんですよ。なんかね、私たちの間にこうちょっとね、空間があります、ね、いや、これがですね、元祖ソーシャルディスタンスというか、ちょっと違うんですよ。何ですか、これ。なんでかって言いますとね、いよいよですよ、これね、始まって今回3回目なんですけども、なんとね、前回、ミサハブロさんがおっしゃってた、いわゆる、焼津TV さんというのは、もともとやっぱ焼津に特化したことを伝える番組であるってことをおっしゃってたじゃないですか。おっしゃいましたね、私。で、そこで私もピンときまして、ちょっとですね、焼津に特化したとある方を、今ですね、ゲストとして、今日、お招きしようかななんて、なんかすごい方がなんか来てるらしいじゃないですか。いや、でもね、これをですね、今ここで呼ぶのか10分後に呼ぶのかはさておきなんですけども、どうしましょうか ねといったところですね。でも、とはいえお時間がね、まあ、限られた中で、我々生きてるわけじゃないですか。そうです、ね、といったところでね、もう早速、呼んじゃいますか。お呼びしましょうか。そうです ね、はい、じゃあね、それではね、私の方から、はい、お願いします、お呼びさせていただきましょう。なんとですよ、なんとね、あの103から、おー、すごい、原田明くんです。よろしくお願いします。嬉しそうに来た、嬉しそうに来た。どうも、同じまして。よろしくお願いします。どうも、わくわくさせてください。ねえ、まず最初にこれね、なんで、一丸さんってもう、あれですか、ミサフさんご存知ですか。もう名前は一丸さんって、だって、焼津で一丸さん知らない人はいないでしょ。例えばなんですけど、これ、焼津で言う一丸さんって、例えば、日本で言う何なんですか。例えば、日本で言うと、例えば、コカ・コーラボトラーとか。なるほどね。三菱商事とか、そういう。だいぶ行きますね。なるほど。自分で言っちゃう。なるほど。焼津の。まあ、でもそう言っても過言ではない。じゃあ、過言ではない。はい、ってことはもうあれですか、じゃあ、焼津の三菱商事さんが、今日はじゃあお越しいただいてるという認識でよろしかったでしょうか。これね、ミサブロさんね、これなんで、じゃあこういうような状況で、この私、アフロの面被ってる、ね、人に、なんでその一丸さんがですよ、来てくださったかというと、実はですね、我々ですね、こう見えて、七輪ってあるじゃないですか。七輪あります。はい。あれが大好きでですね、それで、瀬戸原七輪会っていうのをですね、ちょっと設営しまして。焼津じゃないんですけどね。瀬戸原は、瀬戸原屋っていうのは隣町。隣町の。西枝の、はい。瀬戸原。の七輪会というのを、ちょっと設営させていただきまして、もうそこのですよ、もうエースで5番、4番か。5番じゃないですよ。5番じゃもうダメですよ。クリーンアップ打てないんですよ。クリーンアップ打てないんですけども、まあね、そういった、ちょっと原田明くんがですね、ちょっと一丸さんにいらっしゃいましてですね。すごいじゃないですか。ありがとうございます。で、なんで今回、来てくださったかっていうと、毎月ね、ミサフロさん、もしかしたらご存知かもしれないんですけども、マルシェをやってらっしゃるんですよ。知ってる、一丸マルシェ。あ、ちょっと待って。トン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 、一丸品質。はい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 、トン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 、一丸品質。はいはいはい、はい、これ僕大好きな楽曲で。いつもね、このリズムがいいって。そうなんですよ、おっしゃっていただいて。毎回毎回行かせていただいてるんですよ。はい、本当に。それが毎月毎月あるっていうところの、告知でですね、わざわざですね、このね、チョップスティックのパイパイズキュンマン、商売ハスキスキスキハスキスキスキハスキスキズキュン、どこかシャーに来てくださったということなんですけどね。でも一番のマルシェって確か終わったばっかり。あ、そうです。ね、本当にこの間の土日にやりました。そうです。終わって毎月やってるんですよ。月初の土日に、月初の土日に一応やってます。毎月のね、土日、月初の土日に。
やってます。もう前回も行かせていただいたんですけども、はい、めちゃめちゃ楽しくて、ありがとうございます。あれな何が出てましたっけ。僕買ったのは、うん、まずは、まあ、あのフルーツ大福、フルーツ大福、あれどこのどこのでしたっけ。浜松の喜三郎さんというシャインマスカットとか、そうみかんがこんなに大きい断面の、もうめちゃめちゃでかいんですよ。美味しい。もう切るのにすっごい時間かかるぐらいの感じ。チェーンソー、チェーンソー。こんなかかる。うわー、トントントコトンってやんないとダメなぐらいの感じ。あ、そんなにかかりました。もうかかりました。でもすっごい美味しくて。ありがとうございます。だからハグコーヒーさんってあるじゃないですか、はい、静岡市に、はいはいはい、ああいったコーヒー屋さんとかも出てらっしゃったりとか。結構ね、まあ、あれ、前回はちょっとあれですよね、うん、バレンタイン企画みたいな、ね。そうです、バレンタイン企画で。チョコレートとか、ね、好きな人にこう愛を伝えたい。そうなんですよ。もう伝えまくってましたよ、いろんな人が。チョコレート。みんな買ってですね。ね、はい、愛をもう そこら中で伝えまくってました。もういわゆるあれですよ、ウォン・カーワイさんの映画でいう恋する惑星じゃないですか、やっぱ地球なんて。わかんないです。全然わかんない。大好きな映画の一つなんですけど、ね、全然わからないです、ね。ごめんなさい、今度それは、あ、じゃあ改めて喋りましょうか。あね、といったところでもね、そういった、うん、あのね、バレンタイン企画だったんですよ、はい、ね。で、また次回、3月もね、はい、行われるということで、はい、今回、はい、ちょっとね、もう終わってすぐのこのモチベーションの高さ見てくださいよ。すごいよね。普通だったらね、ちょっとクールダウンしてね、こう、はい、サウナで整ったりとかするようなことをしてもよくいいじゃないですか。しかも今日お休みの日ですよ。いやいやいや、いわゆるマルシェ休日を返上して、うん、わざわざこちらまでお越しいただいて、ありがとうございます。そうなんですよね。で、まあね、その3月の話もさることながら、うん、もうね、もう、ミサフロさんは当然のことながら、うん、もうね、その103っていうのを知ってらっしゃると思うんですけど、うん、もしかしたら、ね、この焼津 TV ご覧の皆さんで、はい、え、103ってなんだっけっていう方も、中にいらっしゃるかもしれないんで、うん、これをですね、うん、原田明さんがですね、うん、これ焼津市出身ですかね、この方。焼津出身です。で、しかも焼津神社さんの横の土俵のところで、こうやって、こうやって。あ、いそう相撲やってたんですよ。焼津の。本当に本当に、土俵の横で、小学校3年生から、大学生まで。そうなんですよ。もう、いつももう砂だらけになっていじめられてたっていう。そうなんですよ。そのね、砂。慣れてた。稽古ですよ。稽古。かわいがりってやつ。かわいがりってやつ。いわゆる。そんなね、春野明君がですね、これからですね、103の、まあちょっとこういったね、お話を、ちょっと、まあね、まずはちょっと触れていただければと思うんですけども、そもそもこう、103っていうのは、こう、どれぐらいの、なんかこう、時代ですか。歴史というか。そうですね。遡っていくと。長くなります江戸時代ぐらいから。江戸時代そう。江戸時代ぐらいから、先代の先代の先代の先代が、もう、先代の先代の先代がですね、まあ、焼津の港の界隈で、お仕事をしていた。まあ、その頃の記録っていうのは残ってないんですけど、口伝でね。そうです、そうです。で、やっぱりこう、魚に出だした会社で。で、今年で153年目です。153年すごい、もう。続いてます。老舗の老舗の土老舗じゃないですか。そうです、そうです。そうです。はい。それで？で、メインは、やっぱりあんまりこう、10って言うと何やってるのかなって皆さん、パッとピンと来ないと思うんですけど、いろんなことしてるんですか？そう、一番メインなのは、船を自社で持ってまして、ね、今日本で一番新しい型の、一番大きな船。今はもう、鼻につくな。そう。今2番目になっちゃったかな？あ、2番目で。そうそう。2番目に新しい。そう、ちょっと前まで、2年ぐらい前までは一番新しくて、で、カツオをですね、海外赤道直下のところ取ってきて、カツオね、美味しいもんね、カツオね、カツオで水揚げをして、うん、その魚をこうスーパーとかに卸してるっていう事業が、まあ、一つですね、うんうん、はい、うん、であとはですね、グループで焼津の方みんな知ってると思います、うん、スーパー藤屋さん、はい、あ、知ってます、さっき通ったじゃないですか、通ってきました、うん、はい、焼津高校と光った焼津さん、焼津の不夜城と言われた焼津の山頂みたいなですね、はい、そうですね、あちらを一応今8店舗、はい、じゃあバイトで雇ってくんねえかな、とりあえず。あ、いいですか、いいですか。はい、朝の品出しから。あ、いいですか、うわ、嬉しい、やりました、ありがとうございます。僕には権限全くないです。あ、ないですか、あ、そう、かしこまりました。じゃあ続いて、藤谷さんやってて。で、あとはですね、うん、まあ今私がいる部署の、食品事業部っていうのが、食品事業部あります、うん。はい。で、この部署っていうのは、皆さんやっぱ知られてないんですけど、うん、実はホテルとか、あとはそうですね、国際線の機内食とかで皆さんお食事出てくるじゃないですか、はいはいはい、ああいうとこのパーツに使われるとか、へえ、そんなことやってんの、あと外食のチェーン店さんとかでの裏方の仕事をしてたんですね、うん、へえ、知らなかった、そうなんですよ、だから裏方の仕事をしてたんで、うんうん、やっぱり皆さん全くわからない、でも30年やってたんですよ、へえ、浜東目で、へえ、
浜透明で浜透明、うん、僕は最初の浜透明って呼んで自爆してたんですよ、わかりますよ浜透明です、うん、浜透明ね、そうで、はいはい、あれがやっぱり、うん、あの浜透明で30年やってるんですけ ど、うん、やっぱこのコロナで、はい、我々が普段お世話になってる、うん、あのホテルさんとか、はい、今飛行機飛ばないじゃないですか、あなるほど、ね、うん、でそういうお世話になったところが、うん、まあちょっと今苦しんでまして、うん、でまあそうなんとかせんにはならんと、我々もやっぱね150円かせんといかんと。うわ、どけんかせんと、それ宮崎弁じゃないですか。何急に変わってんすか。ヤーズ、ヤーズ。そう、ヤーズなんですけど、ね。ヤーズですか。で、それで、うん、まあ、ヤーズで、うん、まずは直売所、うちの工場で何を作ってるか、うん、近所の人たちから、うん、まずは、見してもらう、やってみようと、うん。やったんですね。はい。そしたら30年もやってるのに、うん、もう近所の方々、もう真横の方ですよね。うん、ね、通りの方行ったら、うんはいはい、あそこで何作ってるか知らない。なるほど。あっち行っちゃダメだって下手したら言われちゃうぐらいの感じの。でもなんかいい匂いが毎日するみたいな。あ、それはそうですよ。電車乗ってもいい匂いしますからね。そう、電車からもね、見えるんですけどね。ずっと鼻がこうやって。そう。だからやっぱ、そこで、やっぱこれはやらなきゃまずいと。うんうん、俺がやらなきゃ誰がやるのかっていう、ね。僕がまあメインでやったわけじゃないですけど、うん。もちろんね。あげるかを取る。あげたり下げたりするのが人生じゃないですか。そうです。そうです。ですうん、やっぱね、美味しいものを作ってるんで、一、うん、人でも多くの方に知ってもらうために直売所から始めて、うんはいはい、でそこから、まあ、マルシェをやって、うん、いろんな出店者さんが入ってもらって、焼津を今でこういうコロナの時代なんで、うん、楽しく元気に、浜透明から楽しく元気にね、いやそういうのはね、していきたいなと思って。いや、なんかね、それがすごい、うん、あのね、もう僕、うん、あの最初行ったんですよ。まあ、もちろんね、アキラ君とかみたいな、うん、明るい人たちが、もうすごいお迎えしてくれるわけですよ。なんか知んだけど、気をついたらつま先立ちで歩いてるんですよ、マルシェで。っていうのも、僕、あの、実は、もともとほら、都内に、姉、東京に生まれ、東京都じゃないですか。うん、で、こう、静岡にこう来てから、うん、まず最初にこう、一番最初に好きだったのがマルシェなんですよ。うん、だからやっぱ、都内ってなかなかマルシェないんですけども、ね、ない、うん。土地がないからね。そう、で、まあ、あとこうロケーションが良かったりとか、うん、またあとなんかねそのマルシェの特有のご飯の食べ方とか、うんまあ、あとそういう売ってるものとかっていうのって割とこう女子から目線もあれば、うん、ちょっとこだわった人たちのこう品揃えが多いじゃないですか、うん、でそういったものもありつつ、うん、やっぱねすごく皆さんねあのなんて言うんだろうなんかこう下から来るっていうかなんかすごくあの、うんなんつうか開かれた皇室言い方変ですけど、すごいわかる。なんかすごくフレンドリーに、うん、あの接してくださってて、うん、あのねもう大好きなねあのマルシェの一つでございまして、ね、ありがとうございます。うん、結構まあのあれですか水原さんとかも行かれます、うん、マルシェは。私ねほとんど行かないんです、うん。本当ですか。行かないんですか。ぜひぜひ。申し訳ございません。でもね、うん、あの一丸マルシェさんはね、うん、なかなかあのいろんな人に聞きますよ行った方がいいよ。うん、あ本当ですか。あ嬉しい。そうだから私もね知らなかったんですよ、はい、その一丸さんがそういうその裏方としてのねうん、うん、そういう食品をね、うん、提供してるっていうのを知らなくて、うん、本当に美味しいから買って食ってみようと、うん、いや僕なんかあれですよ、うん、もうね三沢風呂さんね、うん、あの試食あるじゃないですか、うん、試食のコーナーがあるんですよ、うん、であのもちろんその出店者さんを募って、うん、でそういったところのもうのれん街ですよいわゆる、うん、そんな感じです、ね、っていうのがありながらも、うん、あの一丸さんのねあの商品を試食できるんですけども、うん、僕本当に恥ずかしげもなく、うん、その試食のコーナーを3周するんですよいつもパドックって呼ばれるこのグラあもちろんもちろんもう目立ちますもうグールグルグールグルまたアフロの人が来たぞとああとアフロ来た今日はタッパに飯を持ってきてないですいろいろこう毎回持ってこないじゃないですか持ってこないです絶対持ってくるよって人いるんですよ、うんうん、今度はご飯持ってくるよ、うん、一回もいないいやでもね本当に、うん、あのこうなんですかね例えば、まあ、チキンとか、うんまあ、ポークビーフ、うんまあ、あれなんですよねあのお魚もあるんですけども、うん、あのそういったところで言うとちょっとお肉の方もねそう、 うちの部署はお肉なんですよ、うんうん、それであの橋浜透明の瀬戸川の橋を渡って中港の方の本社に行くと、はい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 、あの魚カツオの部署があってそういうことそうなんですよ、はいはいはい、で我々の食品工場はどっちかっていうとお肉お肉なんですよそうだ食べ過ぎるとこうなっちゃう、ね、まあでもこれ滑腹がいいっていうね昔は褒められたんですけどもね今一番太ってますあ今一番太ってるお相撲やってる時よりもそうあれまだからあの頃この体格があったらもうちょっと全国大会とか行けたかなとか思うんですけど、うん、いきなり回想シーンね始まりましたねトントンとことん一丸品質落ち着いてねもうねごめんなさいねちょっと若干興奮気味でね申し訳ないですありがとうございますいやでもね本当に、まあ、そういったところで言うとまあねこれどれぐらいマルシェやってたんでしたっけ去年一昨年の、うん12月からあじゃあもう本当にじゃあ1年1周年が過ぎ てます1周年が過ぎてで2年目もまあそうですね回ってるってことでそうですね1月やった、うん、2月やった3月やった で次3月っていうのは3月もあります、ね、ちなみにこれ何店舗ぐらい出す予定なんですか今度はね、うん、今集計をしてるところですけど多分15社ずつぐらい土曜日15社日曜日15社ぐらい
入れ替えで。そうです。入れ替え戦なんですか。当然2日も出るところもあったり、ね、土曜日だけしか出れないよとか、日曜日だけしか出れないよとかもあるんですけど、そうです。まあトータルをして通して15、15ぐらい。うわ、ほらもうかね、これつぶらな瞳でいろいろ思い出したから喋ってるんですよ。ねえねえねえ、この辺でいい子なんですよ。で、ほら、僕大好きだったのが、焼津さんの、焼津のお店なの、名店の、あの黒い、ちくわあったじゃないですか。黒はんぺん？いや、違う違う、ちくわの、いわしのちくわ。丸又さん。丸又さん。あれ、めちゃめちゃうまくて。あ、やっぱ美味しいんですか？美味しい。美味しい。私直接買いに行くもん。あ、直売所。直売所あるんですか？僕、あれを、どうやって食べたらいいんですかって聞くと、皆さん、オリーブオイルでって言うんですよ。そこまで進んでないんだけどとか思いながら、俺は。おしゃれですね。いやいや、でも、オリーブオイルで本当に炒めて食べたらめちゃめちゃ美味しくて。はじめちゃん、そうなんだ。はい。普通かじります。もうかじっちゃう。その、おでんに入れるかかじる。あとなんかこう、ベーコンっぽいやつとか入ってたりとか。ベーコンっぽい。サラミ、サラミのやつ。サラミだ。あれも美味しい。あ、本当にだから、その、なんですか、焼津の、あの名店も、もう何店舗もちょっとね、試食させていただいたり、ちょっと買い求めさせていただいたりとかしたんですけど、それがこう一気にこう、情報量としてめちゃくちゃの量で来るんですよ、なんか。ボーンって来るんで。あと、静岡の、地の醤油？お醤油？あ、ありましたね。だからこう、意外と、これ九州とか行くと、県によって、醤油って決まってたりとかするんですけども、僕は初めて、その静岡のお醤油を見まして、で、それもね、ちょっとすごい素敵だったんですよ。だからそういう意外とあるんですよね。だからその知らないことが知れるたりとか、もちろんね、皆さんが知ってる、そういう名店が、お手軽のお値段でっていう言い方。いや、僕からしてみたらお手軽ですよ。だってなんかこう、負けてくれたりとかするじゃないですか。なんかちょっとサービスでつけてくれたりとかするんですよ。いや、ちょっと103のなんか、僕気に入ってたのは、何でしたっけ、何ですか、なんとか豚の、ご飯の上かけて食べたら美味しいやつ。あ、イベリコ豚のやつですか。はい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 。丼の具。丼の具。めちゃめちゃうまい。で、お土産ないんですか。いや、お土産は今度僕今、マリアさんの体だいぶホットになって解凍して持ってきますから。そうだ、それだ。なんか足りないと思ったら、あれだ、ミスアフロさんに対する献上品が足りてなかった。そうだよ、さっきから美味しいものの話ばっかり二人で。そうですよね。何も知らない。そうですよね。でも僕だってあれですよ、しばらくもう爪から血出るぐらいの感じでお金渡したりとかしてね、私そんなないことないですけども、でもね、これ今度一回ミスアフロさん行きましょうよ。面白いです。でもそうだ、私今思い出した、ビーフシチューをね、お土産でいただいてね。本当ですか。食べたことあります。あ、どうでした？めっちゃ美味しかった。あ、ほら、ありがとうございます。ありがとうございます。わわわ。そうそうそう。ごめんなさい、このタイミングで言うのどうかと。あれ、いや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 。忘れてました。いや、でも一番いいタイミングでしたよ、今。でもね、それ多分いただいたのが去年の初め、ちょ一年くらい前だと思う。多分マルシェ始まっ。そうですね、始まってましたね。まあ始まって半月ぐらいかそれぐらいか、はいはい、やってました。でも結構量がありますよ、たくさんあって。1キロかな。そうそうそう、半分お肉ですから。だからもうね、冷蔵庫に入らなくなっちゃうんですよ。だからお裾分けみたいな感じ。はいはいはい。いや、だからもう本当にね、そういったところで、そういったね、15店舗なんかこう思ったところとかあるんですか、その103以外で。この3月こう15店舗15店舗出るお店のなんかこう、こういったお店が出店しますみたいな。今度はやっぱり2月はバレンタインでやったじゃないですか。その3月お返しがあるじゃないですか。お返し。ホワイトデー。ホワイトデー。もうマリアさんがもうほら、やっぱりね、ギブアンドテイクをね、はっきり言う、素敵ですもんな。ウーマン、ウーマン、ウーマン。ありがとうございます。はい。なんでマカロンがあったり。マカロン。はいはい。マカロンがあったり。あとね、美味しいプリン屋さんが来てくれたりとか。へぇー。バームクーヘンがあったり。スイーツでいうと、はい、もう本当結構スイーツ系で今回固めてるんですけど。うわ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 、もうね、いっぱい来ます、いっぱい来ます。ちなみになんかそういった情報とかディールできるようなものとかないんですか。ありますあります。今日ちょっとね、持ってきたんです。うわうわうわ、ない。これは何、この裏にも後ろにもですね、バックにも。これはもうもちろんね、あとでね、見えなくなっちゃう。そうそう、アキラ君がね、なんかこう隠してるみたいな、ここにはいないからみたいなことやってるっていうね。これどかなきゃまずい。いやいや、もう全然後でね、ゆっくり。黒い服着てるから、なんか、なんか透明人間みたいになってますね。かっこいいですよ、なんかまたアンディ・ウォーホルみたいに素敵ですよ、本当に今日の。ジャージ脱ぎ忘れちゃって、すいません。いやいや、そう、一応、まあ、こんなのをね、いろいろ持ってきて。これちょっと読み、100シェ公式 SNS。そう、公式 SNS。公式でございます。やってましてね。アンオフィシャルもあるんですか、ちなみに。ないよね。裏アカウントもない。ない、なるほど。まあ、LINE とか、インスタ。
あと、Facebook で、100マルシェって調べてもらうと、うん、まあ、全部やってますんで、うん、そうすると、来月は、何日にやるよとか、うん、ね、何がうちのおすすめだよとか、うん、はい。あとは、どこの出店者さんが来てくれるよって、いう形なんでね、これはね、ぜひ皆さん、登録をしてもらえると。これちょっと画面もうちょっと近づけてみんなピッてやってもらえば、はい、これピッてできるんですかね。いや、できますできます。ピッてできるかな。できますできますできます。全然できる。ちょっと見てる人ちょっとピッてできるかどうか。でも3つあるから、これがピッてピッてできる。全部ピッてしてもらう。一個一個こう画面で出さないと。3つもピッてしてもらっちゃうよ。3つもピッてしてもらう。ちょっと見てる人ちょっとやってほんでできたよ。できるかな、できるかな、はてはてほほー、はてほほー。できないか。画面じゃ難しいですかね。あ、ちょっとこれあれなんじゃない、ラミネートなんかちょっと光がね、入っちゃったりとかするかもしれないですけども。うん。でもね、これあれ調べてもらえれば。ね、これ検索していただければ、これ Facebook? うん。何あとは ?LINE。あとはインスタ。インスタ。はい、で、これね、フォローしてもらうと、情報がね、ダーッと降りてくるっていうね、この QR コード、持ってきてもらって。これ、はい、ちなみにこれは何の今回のまたメニュー、はい、そうですね。これちょっと、メニュー。これ見てください、ミスアフロさん。見せてちょうだい。どうぞどうぞ、お願いします。ありがとうございます。これ見てくださいよ。どっちが持ってましょうか。うん。まあ、こちらが、うちの商品。おー、すごい、うん、これ見てください。これ、ニューは新商品ですか。ニューは新商品。わーわー、ちょっと。新商品、ニュー、うん、贅沢オートブルセット。贅沢オートブルセット、はい。ローストビーフ、もも肉が 350g 以上。すごい。すごい量ですよ。結構な量ですよ。あ、そして、それ、うん。イベリコ豚。はいはいはい。ローストポークが 350g 以上。おい、そして、コンビーフ 100g 1パック。はい。結構ボリューミーな。ボリューミーな。もうなんかこれやっぱね、さすが相撲上がりのね、アキラくんが紹介するだけのあるぐらいの、ドカ盛りみたいな。ねあ、プロは言ってないですよ。プロは言ってないですよ。はい。これで、ね、3500円。3500円。かなりお得ですね。そうです。こんな感じの。ねえ。うん。オードブルプレートに、ね、並べてもらうと、ね、うん、めちゃめちゃ綺麗です。これ限定とかなんですか？限定はね、うん。100セット。ぐらいを今メイドにやってるんで、できれば早く来てもらえると。だって結構でしょ、うん、なんかこう開門待ちみたいな人もいるわけでしょ。なんかもう朝オープン前から待ってる人もね。すごい。うわー、肉をくれーっていう人がね、肉だみたいな。肉をくれ、ね、肉だってね。もうでもそういうのが結構、そういう方々がですね、結構年配のおばあちゃんでこう待ってくれて。だから僕らなんかどうしても昼過ぎ行くじゃん、肉どこだーってずっと探してるっていうか。大体ね、でもね、美味しいのあるぞ、僕。あるかな、あれ。おすすめ？いや、おすすめ。あのね、うん、あ、この中もある。いや、ありますよ、うん、この、このチキンも美味しかったですね。蒸し鶏ですね。これ蒸し鶏も美味しかったですよ、これ蒸し鶏もね、これ。いや、僕ほら、僕のお口に合うんで、うん、多分ミスアフロさんのお口にも合うと思いますよ。本当ですか？お上品だからね、これね。ちょっと、ああ、そう、こういったものも、ね、こういったものもあれですもんね、うん、その SNS のアカウント等々で、うん、閲覧すると、ね、見れることができるんですね。はい、しかもこれ何なの、このワイン販売中。ワインもあってるんですよ。何、そんなのあんの、何これ、ワインも作ってんの、あなた。いやいやいや、要は、この豚肉とかの原料を、うん、ヨーロッパから引っ張ってくるんですね。輸入で。あ、まあ、輸入でね、引っ張ってくる。はい、うん、いいですね。はい。引っ張ってくる。うん、はい、まあ、引っ張ってくるので、ね。はいはいはい。はい。まあ、その輸入の商社さんが、やっぱこういうのも、ワインとかも扱ってるので、ああ、一緒に輸入で持ってきてもらう。じゃあ、ワンセットでいけるってことですね。じゃあ、この、そうです。オードブルセット。オードブルセットを買ってもらって、ワインを片手にオードブルセット食べてもらう。うわー、でもこれね。うん、贅沢です。もう何それってこう、うん、例えばそのなんかこう、うん、イートインみたいなとかあるの？イートイン、今度の3月、うん、と4月は、うん、八重洲のトロ箱ってあるじゃないですか。トロ箱、トロ箱ってわかりませんか？小川港のサバ祭りさんとかって、はい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 、行ったことあります？あります、あります。あそこに魚をもともとマグロとかを入れてた、うん、もう2メートルぐらいの木箱、うん、大きい、はい、うん、ああ、トロ箱っていうんです。そう、トロ箱、うん。あれをひっくり返して、うん、はい。あれ。うっちゃっちゃってこうね。そう、うっちゃりをしてですね。うん、うっちゃり結構、うっちゃりはあんま得意じゃない。あ、ないかも。はい、そうですね。下手出し投げとか。あ、下手出し。あ、じゃあ、アジュルやっていいから俺に。うち無双とか。
そういうのが得意でした。あ、なるほど。それちゃいます。それちゃったね、これ。そう。で、その虎箱っていうのをひっくり返してですね、一応そこに、机と椅子で使ってもらえるようにして。あ、じゃあ例えばそのオードブルを買って、ワインを買ってってことはでき、それはできないんでしょ？それは、チョップさんだったらできるかもしれない。あ、俺だったらできる。じゃあみんなで一緒にやろうみたいな感じでいいですか、じゃあ。虎箱をひっくり返して、オードブルを買ってみんなでワインを飲もうみたいな感じで。だからコルク抜きだけも、持ってきてもらって。それはだって、アキラ君がこうやってればもう、そうです、そうです、そうです。そう、そしたらこうやってもう、どうだ今日はみたいな感じで、やってもらえる。早く帰ってくださいとか言われちゃうんでしょ、マジでね。あ、なるほど。やってください。でもそういうこともまあやぶさかじゃないよということなんですね。でもこれ例えばですけど、まあね、こう1年以上やり続けてきてて、やっぱり次々次っていうことがあるわけじゃないですか。ということは例えばですよ、この究極で言うと、今これは103っていうより、あきらくん個人としてマルシェの未来予想図で言うと、どういったことが理想になります？理想ですか。とにかく他のマルシェとは違うものをあそこのマルシェは置いてるぞっていう。あ、いいね、いいね。全部美味しいっていうか、全部こう、グレードの高い、質の高いものが、もうここに来たら全部買えるっていうようなものにしたい。だって、ヤイちゃんもいましたよ、ヤイちゃんも。ヤイちゃん、たまに来て遊びに来てくれる。あれ、まあ。だって、ヤイちゃんの、俺、ヤイちゃんのヤイズの湯の元とか買って、俺、疲れましたもん、だって。ある、ね、ありますね。あと、ヤイちゃんナルトも買ったんですよ、ヤイちゃんナルト。ヤイちゃんナルトね。ヤイちゃんナルトめちゃめちゃうまかったですよ。ヤイちゃんナルト美味しい。でもなんか、例えばその理想は、理想ですか。美味しいものを並べると。並べる、そうですね。あとは今、ヤイズの港整備してるじゃないですか。ね。昔かまぼこ屋根があった、ね、魚市橋とか、ね、あ、こういうね、こういうね、ああいうところでこうバシッとやりたいですね。おー、ああね、ヤイズを元気にしたいですね。まあでもね、これはね、あれですよ、やっぱり、言ったら日本で有数の、やっぱこう、魚場の、漁港ですか。まあそうです、そうです、そうです。っていうところが元気になれば、もちろん。ってことは皆さんの胃袋も満たされるわけですよ。元気になりますよ。ね、やっぱご飯食べないとやっぱり元気になれないんで。ならないです。ね。あ、もう、いいじゃないですか。マリアさん、その、トロ箱の上でやってください。ファッティマリアでーす。落ちましても出ましたよ、出演。そう、そう、僕まだ、大学生とかの時に、はい、お手伝いして。そう。あったあった。ありましたね。なんかこう。ライズはね。でもね、こうね、今喋ってることって過去の話じゃなくて、未来に向かった話なんで、そうです、そうです。もうものすごく熱を帯びた、このね、焼いたつですよ。これが焼いたんですよ。焼いたつ。ね。焼いたつ。いやいや、焼くつ。焼きつ。焼きつです。だからもうこれからですね、じゃあもうね、その胃袋を満たして、日本をね、元気にね、元気にしましょう。もうさせる。ね、これ、一丸マルシェさん。ね、これもう未来が楽しみでしょうがないです。楽しみですね。でもほら、最終的になんか、アキラ君、あんなことやりたい、こんなことやりたいって言ってたの言ってたじゃん。ああ。なんかそういうとこね、2つぐらい。相撲大会ですか？相撲大会。相撲大会もやりましょう。あ、相撲大会もやりましょう。マルシェでね。そうですね。やっぱ、子供が楽しめる場を作りたい。ああ、なるほどね。なかなか今、うちのところが買う、ね、買うだけになっちゃう場になってるんで、子供もこう来て楽しんでもらえる。参加する。そう。で、子供の頃、一丸マルシェ行ったの楽しかったなって思い出あるじゃないですか、ちっちゃい頃の思い出って。あそこに誰々とお父さんって行ったの楽しかったなとかあるじゃないですか。そういうなんか場にして、ね、20年、30年経って、その一丸マルシェに来た子供たちが、ね、今度子供来て、一丸マルシェに来てくれるっていうのは。もうね。やりたいですよね。要は、いわゆるあれでしょ、その夏祭りだったりとか、お祭りみたいなものに、この一丸マルシェさんをしていきたいという。その頃おじいちゃんですよ、我々。まあもうおじいちゃんですよね。大丈夫、大丈夫。すまねえなぁしか言えないようなね。すまない。上手ですまねえなぁ。ビールを。ビールを、ひとみばあさんみたいなやつって、これずっと振られちゃったりとかしてね。ひとみばあさん。ね。ひとみちゃんね。まあでも、そういうようなね、やっぱ夢を持ってらっしゃって、まあ今日はね、来てくださったんですけど、こうどうです？こう水アフロさん、この原田明君、今度飲み行こう。ちょっと待ってください。ありがとうございます。行きましょうか。水アフロさん、俺に一言もそんなこと言ってくれないくせに、なに？水アフロがいけないのか？まん延防止がね、ちょっとこうそこで止まったら行きましょうか。行きましょう。それでちょっとそれを、じゃあここで飲みますか、じゃあ。何ですか、これは。あ、これで、ね、ライブしながら。これ、それが、いや、その向こうで飲むとか。そう。焼津の未来を語る会。あ、それいいね。ここでどうですか、ね、ちょっとそれをね、ちょっと皆さんとね、一緒にできたら、よりではないかと思っておりますよね。楽しいですね。でも、こう、すごい、好青年というか、ね、いつもありがとうございます。いつもね、釣りしてくれてね、いつも美味しいタチウオくれたりとかするんですよ。あ、じゃあ、うちにも。あ、もちろん、もちろん。もちろん、今度ここにも持ってきますよ。ありがとうございます。まあ、そういったね、ところで、ね、まあ、今回ね、またちょっと、水溜りさん、見てください。俺たち今日優秀ですよ。あ、ほんと？
ラダラダラじゃないです。もうダラダラですよ。あ、そっか。え、なんでしたっけ、この前あの、ミサフルさんがいて、ドベの素人なんでね。あれね、なんかどうも私間違えて覚えてたみたいな。あ、そうなんですか。誰もそんなこと。いや、でもね、あれさ、あそこにいるメギちゃんはね、ドベっていうのはちょっとなんか聞き覚えがあると思って。あ、本当ですか。あ、よかった。ドベの素人。ドベの素人。ズブの素人。あ、ズブの素人、うん、をね、私ずっとズブをドベって言ってたみたいで。ちょっと違ってますね。いや、でも、あれですよ。俺はこの前、その静岡のちょっと昔からの人に、ドベのっつったら、お前昔の言葉よく知ってるねって言われてるんで。あ、さようでございますか、みたいな。あ、これじゃ合ってるのかな。そうなんですよ。いや、でも、まあほらね、そういうのっていろいろあるじゃないですか。ありますよ。まあね、といったところで、ね、今回はね、直接のね、パイ、ズキュン、まあ、商売、好き、やりなさいよ、あんた。いや黙ってなんか済ましてる、見てるんじゃないよ。いや、そうだよ。そういう感じですね。言ってくださいよ、早く。じゃあ、もう、はい、行きましょうか。だからもうやっぱりね、会津、を元気にするということはですよ、僕らが元気じゃなきゃいけないんですよ。もちろん。といったところですね、こうね、春明さんもね、今日はね、休日出勤ご苦労様でした。いやいやいや。ですね、会津TV をご覧の皆さん、本当にこう、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのですね、この1週間が素晴らしいものになりますように、最後にですね、これをですね、やって締めたいと思います。いきますよ。チョップスティックのパヤパヤズキュンマン。商売。ハースキスキスキ。ハースキスキ。商売。ハースキスキスキ。ハースキスキ。ハースキスキ。ズキューン。どこかしら。ありがとうございました。今回のゲストは株式会社10の春明さんでした。ありがとうございました。今回はですね、なんと3回目にして素敵なゲストをまた紹介しましょう。八重洲の三菱重工と言われた、三菱商事と言われた株式会社10の春田明さんです。もうですね、なんでこのね、そのいわゆる三菱商事と言われた方がこの番組に出てくださったかと申しますと、なんとですね、私はですね、かかるとですね、瀬戸原七輪会という七輪の会を作るところから始まりましたですね。ちょっとこれデジャブもね、入れながらなんですけども、今回ね、これね、あきらくん、これ、八重洲TV。もちろん知ってたでしょ？知ってます。ね、これどうでした？これ実際出てみて。いや、なかなかいいじゃないですか。面白いでしょ？はい。マリアさんがこうダンスのこうレクチャーを。そうなんですよ。して、ね、焼津祭りのがやっぱすごいボス、ボスが出てきて、ひろみちお兄さんが出てきてね、すごいですよ。でからの、からの一丸、まあ一丸もう行ったらもうなんですか、もう焼津ですよ。そう、やっぱ焼津 TV ですね。ありがとうございます。やっぱり焼津 TV ですね。だからこれね、あれでしょ、だってもともと焼津 TV さんっていうのも、あきらさん知ってて、あきら君で、なんかもうなんかすごくこう、なんて言うんだろう、どうしたらいいですかね、髪型どうしたらいいですかねとか。変えてない、変えてない、いやいやいや、この髪型、なるほどね。これですか、これそれは歌詞的に大丈夫なの、これ。とりあえず春だ、怖いとか言われアンコールなんで、アンコール、はい、アンコール。あ、なんかショパンとか持ってる、本当に音楽室にいる人だ、音楽室にいて、あ、ビバルディさんね、はい、ヤーズのビバルディさんですよね、はい、すごいですね。あ、ちょっとほら、あ、ちょっとまた新しい変身が、あれなんかちょっと誰かに来てると思うんです。あ、違いますか、これミサフルさん。あのね、ちょっとね、最近ね、ミサフルさん、あれまたそのパーフードもいいじゃないですか。あ、いいんですか、アキラ君、そんなの、ね、これ深めにかぶった方がいいんですか。あ、いいですよ。なんかあと引退したサッカー選手みたいな感じがして。中澤わかんないですけどね。え、まあでもね、今回そういったところで出ていただいたんですけども、こうどうでした、この番組出て、あの感想というか、なんかこう、いやね、みんな元気、やっぱりみんな元気ね。あと、こうどうなんですか、例えば、例えばその103のマルシェのことについてはちょっと喋れました、
あ、喋れました、喋れました。本当？でもね、これね、一つね、言い忘れたのが、はい、言いたいことだけ言って、うん、あの日付をちゃんと言って、最後のお締めにしないといけないってことですね。そうですよ、アンコールっていうところをね、あえて取らせていただいたってことでも、あったりとかするんですけども、ね、はい、改めてね、はい、じゃあ、原田明さんの方からですね、はい、ちょっとおしゃべりしていただければと思っております。はい。来月ですね、はい、今度3月の5日6日の土日、5日6日の土曜、はい、日曜月初の土日です ね第1土曜日、うん、日曜日月初の土日は100マルシェに、時間何時からですか？時間は9時から3時まで、はい、そうなんですよね、ちょうどいい時間ですよね、投資でやりますんでね、うん、はい、車なんかで行くと、車はね、駐車場はもう50台以上あります、ね、おー、そうなんですよ、うん、でかいんですよ、うん、はい、どこでも止めてください、どこでも止めてください。でも一応ちゃんとこうやって案内してくれる人もいるじゃん、ありますね、うん、あ、じゃあ、うん、もうその付近をあの浜留方面走っていれば、ちょっとでも分かりづらいんですよね、うちの会社がちょっと、うん、ちょっと分かりづらい、なるほど、うん、なんかでもあれですよ、あの、うん、あの要は Google とかカーナビとかあるじゃないですか、そうです、ね、そう、ああいうのするともうツッツッツッって教えてくれるんで、そうですね、うん、それで来てもらいたい、ね、もうね本当にあの、うん、ちょっとね僕、うん、あのそうなんですよ、だからマルシ好きになった理由の一つなんで、うん、はい、またね、あのぜひこう焼津 TV をご覧の皆さんで、はい、ね、いつもコメントくださってる皆さんとかとね、なんかちょっとお会いしたりとかしてね、はい、お前喋りすぎだなとかいろいろ言ってくださっても全然構わないんで、はい、あのね、ぜひね、ご指導ご鞭撻を、はい、第一、はい、土日、ね、はい、来ていただければ良いのではないかと、はい、言ったところですね、はい、今回のチョップスティックのパイパイズキュンマン商売商売、はい、ハースキスキスキハースキスキスキハースキスキズキュンどんぐらがしちゃ、ね、終わりにしたいと思うんですけども、これね、でもね、ミサフルさんね、これはこれで終わっていいんですよ、うん、今回はもうこれで大団円じゃないですか、うん、ね、最終的に一丸さんがですよ、こんな頭にしてるわけですよ、いいんですかね、まあ怒られたらしょうがないです、謝るしかない、いやでもそれはなんか、うん、あのすいませんって、まあちょっとね、すいませんって言います、まあ、愛者精神です、愛者精神のっとりみたいなところ で、ね、うん、でもこれね、うん、次回の、うん、これ、ね、我々ほらいつもテーマを決めながらね、うん、こう進めてるんですけど、はい、全く内容が決まってないんですよ、次回の、うん、第4回目がそう、はい、そうなんですよ、まあ、これで、ね、なんかこうちょっとあきらくんにもちょっと、うん、最後こうどういう風にしたらいいかちょっとだけアドバイスもらえたらいいなっていう、欲しいわ、あの、じゃあなんかテレフォンショッキングみたいにこう次の人呼んでったらどうですか、なるほど、いやですか、いやでもね、これね、まあもちろんね、人を呼んで喋るっていうのももちろん大事なんですけども、二人のあれもあるわけですね、そうなんですよ、そうなんですよ、だからね、こう基本二人でなされていく、まあまあ基本二人でって言ってもまだね、あの2回目な、2回目なんですけど、ね、まだだいぶ手探りですよ私たち、でもね、手探りなんですけども、このね、手探りがこれイコール言い換えたら手作りなんで、ハンドメイドなわけですよ、そうですね、心がこもってるわけですよ、こもってるね、これ、うん、洗いとか、ね、洗練されたとかってさておきなんですよ、うん、今一生懸命やってることが一番最高であるべきじゃないですか、あるべき、物はいいよ、例えよう、ね、頑張れ、あ、それいきましょうか、うん、ね、じゃあ今度はミサフロさん、物はいいよ、例えようにしましょうか、あ、じゃあチョップセックのミサフロの物はいいよ、なんだ、例えよう、ちょっと気抜いてたわ、ね、いい国作ろう、だからよくわかんないですけどね、あ、まあそういうね、なんかこう新しいね、いい、タイトル変えますか、じゃあ、ダメですよ、変えちゃダメですよ、いいよ、変えちゃダメですよ、やっと帰ってきたんだから、そうよ、ようやく言えるよ、スラスラ言えるようになって、うん、ね、いや、ようやくすらすら言えるようになってきた時にもね、またお別れが来るみたいなね、感じがね。また最初からやりなさい。もうね、もう一回、でも、破壊なくし、想像なしって言うじゃないですか。うん、ね。でも、ミサフルさんとね、今こうやってやってる、うん、ちょっとどうですか、この雰囲気。うん、まあ。ね、3回目とは思えないこの掛け合い、本当ですか、ね、本当ですか、生まれた時から遊んでません、うわうわうわ、今度じゃああれですかね、なんか占ってもらいましょう、前世何度ですかね、僕ね、そうです ね、 いやでもね、多分なんかね関わってるんじゃないかな、いやでもね、あきらくんね普通に喋ってると思うんですけど、ちょっと画面見てください、うん、あなたこう今、はい、ここでこうやって喋って新しい自分です、ね、今から見始めた人は 何の絵面だか、何の絵面かと思うね、スーツの人が、まあ、なんかね金髪なアフロ、私ミスアフロじゃないからね、そうね、しかもねこっちだからね、ね、今ちょっとめちゃめちゃ怪しいですよ。ちょっと今シュコシャになって顔が浮いてるみたいな感じになってます。そこだけなんか。それはそれでまたね素敵なことなんでってところでね。はい、顔なしですね。うん、といったところでですね。はい、じゃあね、あ、もうね、うん、終わりにしましょうというところで、はい、チョップスティックのパヤパヤズキュン、はい、商売商売ハースキスキスキハースキスキスキハースキスキズキュン、どんからかしちゃ、ご視聴ありがとうございました、というところで、See you have a next time。ミサフロさんでした。ミサフロさんでした。そして株式会社100の原田明さんでした。またお会いしましょう。そしてパティマリアさんありがとう、麦ちゃんもありがとう、そして、今日で出てこなかったんですけど横からカンペさんもありがとうございました。コメントごめん、あ、コメントありがとう、聞いてたけどちょっとあ
ありがとう。ありがとうございました。コメントはちゃんと読ませていただきますんで。トントントコトン一丸品質。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。